はようございます。今回はなんと、ひなさんが釣り丘に10年ぶりに登場です。久々やでも5年ぶりぐらいですよね、うちに出てもらうのって。多分それ以上ですよね。バドミントンとか一緒にしたりとかちょこちょこあったりはしたんですけど、久しぶりに面白い釣りがあると聞いて。あの、今日は雨降ってた方がいいんですよね。そう、雨降らなかったの昨日。ちょうど降らなかった。でもエースが来てるからね。あ、確かに。でも今日診断されたんですよ、逆流性食道炎っていう。午前中病院行ってきて、胃カメラまで胃カメラ入れられちなみに、あの、小玉さんが、小玉さんだったっけ、動画で、きなさん、きなさんってみんなで言って、ええ、その時の動画にコメントくれて、俺の LINE みたいな感じになって、じゃあ釣り行こうみたいな流れなんです。なるほど。動画で何の時言いましたっけ。僕は、あの、エギー、あー、そっかそっか、エギーっていうとこ、そうそう。で、今回、シーバス釣り、はい、僕らあんまり川シーバスしないから、はいはいはい、スペシャリストのキナさんに教えてもらうということで、はい、今日はね、釣れないかもしれないですけど、はい、釣り場全部教えますんで。あ、ありがとうございます。あの、後で行ってください。ありがとうございます。じゃあ、はい、教えてください。こうね、流れ込みずっと打っていく感じです。へぇ、あれ、もうあそこ打っていなかったらすぐ行きます。乱眼なんですね。乱眼っす。はい、行きましょう。ありがとうございます。お願いします。はい、世界を救うのでしょうか。そんなことより見てみませんか。釣り丘でしょう。投げて投げて。あんまりじゃあ人は近づかない方がいいですね。そうそう、ここは何回かしてます。シワシワで釣れてくれた。あ、ほんと跳ねた。跳ねた。おると思うって。さあ、いけいけいけ。あ、ヘタッピー。あ、ナイスナイス。なんか来月来たね。来月来たね。あんまりカメラマン的には近づかないで。釣れた釣れた釣れた。切れた。下に引っかかってる。あらららら。さあ、木村君。うわぁ、生めかしい動きしてますね。ちょっとズームで見たいからもう一回投げて。めっちゃ釣れそう。どこだ？どこいる？ゆっくり動かしてみて。おぉ、釣れそう釣れそう。でもいたら釣るみたいな感じらしいから、もう本当にちょっと打って投げて。移動して投げての繰り返し。小玉さんのルアー回収。雨が降った次の日がすごいいいらしくて、ね、今週ずっと雨予報だったけど、昨日がなんか晴れちゃって、急に天気予報変わって晴れたの。そう、いつもは雨降れ雨降れ、あ、雨降らないで晴れて晴れてって言って雨降って中止になって、雨降った方がいい時は雨降って雨降ってって言ってたら晴れてるっていうね。あるあるですね。晴れ男がおるんでしょ。いるんでしょうね。これだいたい晴れるもんね。キムやろ。キム晴れ男よね。じゃあもうランした方がいいですかね。ランしましょうか。ランしましょうか。はい、ナツキ君ランするよ。ラン。お、いいな、これ。いいやつ。なんか僕なくしそうなんで。あ、いいっすよ、なくしても。本当ですか。ああ、ちょっとその辺にじゃあ渡しますんで。ありがとうございます。一旦隠してなくしたって言って持って帰る。もうなくなった。同じものをじゃあ50匹以上シーバス釣ってるやつ。これはバイブレーションになるんですか。いいの、ですね、使い方はバイブレーションでいいんですけど、浮きます。この種類でじゃなくて、もうこのルアーが50匹釣ったってやつですか。このルアーだけで多分50匹釣ってると思う。キャー、51匹目にしますよ。いいね。行こう行こう、やろうやろう。流れ
ヨレができてるんで、そこを打っていく感じ。へぇー、暑くん、まだもうキム君行こう。もう早いもん勝ちよ、釣りなんて。あらー、流れが戻る。おぉ、ここ釣れたら面白いな。こっちは初めて来たな。そのめっちゃ釣れる時もシーバスは見えてないんですか？見えてない。見えなくて姿見えないけど、下からバグって。へえ、ああ、廃盤になっちゃった。ノースクラフトっていうところ作ったんですけど、ラパラになっちゃって今、まあ、作ってないですよ。ラパラさん、ラパラさん、見てみてみて。ラパラさん、このルアー再販お願いします。シーバスが鬼のように釣れますよ。ラパラさん、 70F、 ぜひお願いします。ダメだダメだって。じゃあ本命行きましょうか。はい、本命ポイント行きます。もう本当小場所なんだよ。夏木くん、ここの流れ込みとポイント、魚が逃げますよ。ここからもうバッチリ感じで、もやもやに落として巻くだけ。いやー、ここ行ったら面白いだろうな。上手上手、めっちゃ上手。そこくれ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 、ダメか。一番ここ何年かで一番釣れてる場所まだあるんで。へえ、そこちょっと遠いんですよ。20分ぐらいかかる。了解。30分かかるんで、最悪釣れなかったらもうそこ行きます。あー、オッケー。おー、来た。うわー、ごめんなさい、またカメラ。あらー、切れた。マジか、いたね。すいません、大事なルアーを。あー、いっちゃー。でもいたね。切らせた？いや、姿は見えんやった。食ってすぐ切れたっすか？はい、切らせたよね。合わせ切れみたいな感じだったね。ですね。ドラグはドラグ。ビーって一瞬出た。キムこっち投げてみたら。うん。こっち。ああいうやつまた食ったりします？あの入ってるところって大体二三匹入ってるんですよ。おお、じゃあちょっとキム。二三匹入ってるってよ。このワイヤーの間にちょんって落として。あ、そうなんだ。流れから、流れの途中で。ああ、上手上手。ああ、ベイトいいね。なんか落ちた瞬間バババババって巻くって。ああ、そんな感じだろうね。上手上手。落ちた瞬間バババババって。ああ、上手ね。あ、ベイトがいいね、やっぱね。場所によって。小玉さん、だって巻くまでえらいタイムロスが、やっぱスピニングだから。ベイトやっぱそういう、こういう感じの時は取り扱いめっちゃやりやすいね。さっきもワイヤーに行くかなと思ったけど、シュッて避けてね、親指で押さえたらいいからね。あ、惜しかったね。惜しかったね。まあ、ライギュっていう可能性も全然あったからさ。まあ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 、引きは強烈やったよ。もうすぐ一瞬もう合わせ切りみたいな。ランする、ランする。まだ今から行くところはもっといいところ、イツキが結構いるんで、サイズはちょっとちっちゃくなるんですけど、釣れる可能性的には割とある。あ、なるほどなるほど。それとまあ何箇所かまだ行こうと思えばいくらでもあるんですけど。難しい、難しい。あとはもう時間次第ですね。オッケー、じゃ あ、すいません、ありがとうございます。次がランしますか。はい、じゃあ次イツキのポイントいきましょうか。はい、じゃあ木村くん、すごいね、ランランしてきました。俺がこんな、なんかパッパッパッとね、ランすることないもんね。いる？いるってよ。あ、本当だ本当だ、いる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 。あの、ちょっと濁ってるやん、あそこ。いる、魚いる、この辺に。ここにいる。鯉かな。もうこれで移動ってことですか。おお、もう移動した方がいいってよ。移動ね。移動。じゃあやってていいよ。向こう行ってくるね。はい、気をつけて。気をつけて。ちょっとわざとや。ピーガンもこの辺
少し溜まってることが可能性あるんで、この下の方から得られる。石段まで降りて、で、いつきのシーバスがいると可能性あります。お、来た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 、ナイス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 、ほんとやん、すげえすげえすげえ、シーバスシーバス、おー、シーバスだシーバスだ、すげえ、こんなとこにいるんだ、すげえすげえ、こんなとこにいるんだ、お、いいサイズじゃん、いいサイズシーバス、いいサイズ、ナイスナイスナイス、すげえ、マジだ、こんなとこだよ、こんなとこにいるんだ、うーわーすげえ、まあ、ちょっと住宅の近くなんで、なるべくちょっと、いやいや全然全然静かめで、お、星なんとかシーバスじゃないのこれ、大陸系の地が入ってるやつですね、あらーすげえ綺麗、これ今だとですよ、大陸系って養殖で外来種扱いなんですけど、これ実は1万年前に氷河期時代にナチュラルに交雑した感じなんで、外来ではない、昔からの、いつからを外来っていうかとかもありますからね、難しいですよね、なんか定義はあるらしいですけどね、とマルス好きの後輩なんで、ハイブリッドなんだ、ハイブリッドなんだ、からね、この点がいっぱい多いです、こんなところでシーバスがですね、黄色い目だ、ナイス、なんか綺麗ですね、なんかもっとズタボロな川にいるのってイメージだったけど、これ大きさ的にはどうですか、ここで釣れる、もっとでかいのが、あと予想のレベル、あ、予想通りぐらいの小さい方、小さい方、釣れる方の、よく釣れる小さい方で、今まで行ったポイントは90とかが釣れるけど、ここはちょっと小さめの、いや、ここでもでも85円までは釣ったことある、85円があるんだ、条件がいい時じゃないと、へえ、まあ条件良くないですからね、今日条件かなり悪いんですよ、うん、それでも釣れたのは持ってたってこと、ちょっと雨の日も雨の日バンバン釣れるっていう時に行きたいね、どこ、はいはいはい、あ、今チャンスって、チャンスで、本当だ、水門が開いたってことか、今土管町になってきたんで、今流そうって言ったんで、水門開けたってことですよね、そうそうです、多分デジタルで開くんですよ、今もうちょっと前行っても大丈夫ですよ、これが絶対釣りか、絶対受け釣り、多分一匹じゃないと思うんですよ、あ、なんか上流側からパーってこう魚入ってきた、お、あ、もやってした、もやってした。気抜いた？気抜いて。波紋がもわーなったよ。これでかい。皆さんが結んでくれたシステムで釣りました。ありがとうございます。もうほぼ皆さんのおかげですね。いやいやいや。僕はナマコ玉見れて幸せです。ナマキナさん見れて幸せですよ、僕も。落ちてきてくるんですかね、それともそこの深場だけにこう上上流向いている感じですかね、上流もいるんで、そこは割ともう大体、来た来た来た来るよ、来た来た来た、びっかーなったやん、びっかーってなって、あれどこ来た、どこ来た、たい焼きみたいになってるよ、大暴れしました、ちょっと離れとこーっと、俺も離れとこーっと、俺も大惨事だ、うわーうわー、泥だらけ、ナイス、洗って洗ってそいつもえらい嫌い買ったもんね、うん、ですね、一瞬にしてなんか泥になってる、あ、それはあんまり星がないね、あー、ほんと、うん、ちょっと長いね、うん、あ、大きい大きい時のが、すっげえ光やったっけ、ねえ、もやん、はてなマークついてたやろ、10センチぐらいのなんか早みたいなの来たと、こっちに泳いでた、うん、ナイスナイス、いやーすごいね、2人釣れたから、よかったっす、よかったっす、よかったっす、2匹はやっぱ欲しいっすもんね、欲しい、性的に、でも来魚もいるから3匹絵はあるから十分、平間さんのバラシもあるし確かに、明日食おう、
じゃあ卵はまた別の日に、また別の日に、はい、いい日に行きましょう。都合のいい時に、あとコーライト、はい、あ、コーライト、はい、コーライト行きましょうか。人参、はい、動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。